侍ジャパン26選手を発表。井端監督、4番は牧。井端監督はメンバー選考のポイントについて、オーバーエイジ3名、WBC 組から1名選んだ以外はほとんど代表経験のない選手、若い選手を中心に今後の野球界を背負って立ってほしい思いを込めて人選しましたと説明。オーバーエイジで西武、今井、ヤクルト、田淵、広島、坂倉を選んだが、今井投手は2桁勝ったけど、もっと上を目指せるピッチャー、田淵投手も抑えで、若い投手で抑えで経験あるので2人で引っ張ってほしい、牧選手は若い選手に伝えてほしいと語った。オーダーは不透明としながら、4番の牧選手くらいかなと明言した。牧か、不満満な峰ないのか残念。切り引きや名や、村上が辞退したから切り引きなのか、門脇入ってくるか、来年まともにレギュラーなら GG は固いもんな、末恐ろしい。栗山ジャパンが大成功して燃え尽きた感あるけど、井端がそれを維持できるのか、ソフバン嫌いなのか、国母協力できん、ソフトバンクは選出されなかったんじゃなくて断った、こんなのでは勝て壊されるわけにはいかんからな、国母監督は選手思いのいい監督だよ。美しいねがら、佐藤を諦めず呼んでくれんの河原、三中バッタ、サトテルは何か一皮向けるヒントを得られる刺激になればいいが、いやもうズル向けやぞ、後半の打撃成績はリーグナンバー1やぞ。なんで平呼ばずにオーバーエイジで今井って思ったら、平は辞退してたのか、随分小ぶりになったが、まあその中じゃ牧だな、牧一年中野球やらされて死んでまうで、牧休めよ、牧は侍ジャパニズムが強いから雑に使えるけど本人がかわいそうだわ。 W ついに巨人秋広が侍ジャパンデビューですわ、楽しみ。立つ、俺も混ぜろよ、一般受けはしないけど NPB 好きな人からすれば楽しみなメンバー構成だな、いいよ。オリックスと阪神で埋めた方が強いんじゃないのあら、アジア大会とかガチガチのプロチームな、日本優勝して当たり前だからいまいち話題にならないよな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。